E バイクの旅。瀬戸内の楽園、ウサギと出会う島に上陸します。大久野島は瀬戸内海芸予諸島の一つであり、広島県竹原市に属する無人島、定住者なし、居住者あり、ウサギの島、毒ガスの島として知られる。大三島の盛り港から15分の船旅、愛車の E バイクパナソニック XM2 をフェリーに乗せ島を回ります。船着き場の木陰ではウサギたちがくつろいでいます。ご飯欲しさに足元までウサギが来るので、常に周りには注意しましょう。船着き場から時計回りに進みます。大久野島は面積 0.7 平方キロメートル、周囲 4.3 キロメートル、最大標高は島の北側で108メートル、気候は瀬戸内海式気候。標識に従って歩行者、自転車専用路を走ります。ウサギちゃんはいつ飛び出すかわからないので、最徐行で走行します。最近流行りのグランピングが設営されています。ご飯ちょうだいよ。大久野島灯台に行きます。激坂を押して登ります。以前はこの辺にもたくさんのウサギがいたが、姿が見えない。最初に近代的施設が建てられたのは大日本帝国陸軍の施設ではなく、逓信省大久野島灯台である。四国と大島に挟まれた来島海峡は海の難所であったため、それを避けるよう副航路として北側を大きく迂回する見晴瀬戸航路が用いられることとなり、大久野島灯台はその航路上に置かれた9つの灯台のうちの一つで、明治27年1894年5月に点灯した。なお現在の灯台は2代目である。毒ガス資料館の方へ進みます。
修学旅行の団体が説明を受けています。ウサギからのお願い。ウサギが食べ残した餌は回収していただき持ち帰っていただきますようお願いいたします。余ったウサギの餌を食べるためにネズミやイノシシが集まってきます。餌を食べることによりネズミやイノシシが増えています。増えたイノシシが人やウサギを襲う可能性があるので大変危険です。追いかけ回したり抱っこしないでね。ウサギは弱い動物です。ストレスがたまりやすく骨を折ったり怪我をしやすいためです。病気や怪我をすると野生環境で暮らせなくなってしまいます。道路や道路脇での触れ合いは危険です。ウサギにとって島内を走るバスや自転車は危険な乗り物です。人やウサギが安全に過ごすためにも道路や道路脇では触れ合わないでください。口元に手を近づけないでね。ウサギの歯は鋭く、口元で餌を与えると噛まれて怪我をする恐れがあります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。お菓子やパンを食べさせないでね。ウサギは人間と違っていろんな食べ物を口にすると体の調子を崩してしまいます。海岸に行きます。ウサギが減った原因として2018年平成30年6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に北海道や中部地方を含む全国的に広い範囲で発生した台風7号および梅雨前線等の影響による集中豪雨で島に崖崩れが発生。しばらくの間、観光客による餌の補給もなく数が減ったと思われる。また、外敵であるイノシシが海を渡り島に上陸、島で繁殖したのも原因の一つである。次回は島の西側から始まります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。